俺の名はブラック。大手法律事務所白田黒田法律事務所に勤める38歳だ。弁護士。三大国家資格の一つで、司法試験は日本最難関といっても過言ではない。その中でも頂点に君臨するのが四大法律事務所である。大企業相手にビッグディールを行い、億単位の収入も夢ではない。頭脳はもちろん、全てを兼ね備えた超人たちが激務の中でしのぎを削る。 Eat what you feel。 俺はここで頂点を目指す。おはようございます。弁護士の朝は早くない。繁忙期は徹夜で働き、数時間睡眠で出社するから。おはようございます。弁護士の一日は準備書面やニュースをチェックすることから始まる。過去の TOB 事例を洗い出して、青鬼ホテルのホワイトナイトを急いで探せ。はい。四大弁護士は普通の弁護士とは異なる。普通の弁護士は個人間の葬儀を担当する一方、俺たちは大規模案件を中心に扱い、膨大な時間と労力をかけ解決する。 DD レポート終わりました。次、これの翻訳頼む。ここに来るのはトップクラスの頭脳を持つ者ばかり。英語はもちろん、アメリカの弁護士資格取得も当たり前だ。何千億が動くんだ、時間は限られてんだぞ。俺たちの収益源はいくつかあるが、大部分はビラブルと呼ばれる収入だ。これは弁護士の単価に時間をかけた時給のようなもので、稼ぐ者は多くの部下に長時間働かせ儲けている。月の労働時間は過労死ラインを余裕で超えており、法の専門家のくせに労働基準法なんてあったもんじゃない。お世話になりました。あいつ東大出席なのに激務に耐えられなかったんだって。採用は学歴重視だが、頭だけでは生き抜けないのがこの世界なのだ。トラベル X による青鬼ホテル買収についてです。青鬼ホテルの合意はなく、いわゆる敵対的買収と呼ばれ、騒ぎになってるみたいだな。俺は会社買収の際に間に入り、買収の成立や防衛をアドバイスする M&A の部署で働いている。買収されれば経営陣は入れ替わり、資産が売却され、従業員の雇用も危ない。何としてでも阻止してくれ。青鬼ホテルは国内外にホテル事業を展開し、急成長を遂げてきた。ただ近年株価は低迷し、保有資産が2000億円にもかかわらず、時価総額は1000億程度で、会社を割安で買える状態だったのだ。いくらであろうとここを渡すわけにはいかないんだ。トラベル X は一株2000円で TOB を実施すると公表し、株を買い集めています。対抗策を早急に頼むぞ。経営陣の続投は絶対条件だ。ブラック、天狗、お前たちを呼び出したのはシニアパートナー審査の件だ。パートナー審査、それは次の職界への昇格をかけた重要な審査だ。候補者は会議にかけられ、総合的に審査されるため、結果は誰にも予想できない。売上の高かったどちらかをパートナー審査の対象とする。いいな。彼らが出世に必死なのは桁違いの年収を手にするため。新卒で1000万、中堅で2、3000万、
パートナーになれば億単位もザラにいる。特にシニアパートナーは莫大な報酬に加え事務所に出資でき、その配当がもらえるため皆が最終目標としているのだ。お前に出世は無理だな。何？諦めて俺の案件手伝ってくれよ。ビラブル 10% ぐらいやるからさ。そこの若手が稼げないからか。お話のところすいません、例の件で。分かってんだよタカ、てめえは1分でもビラブル稼いだら。ここを去ることにならないといいけどな。お前には覚悟が足りねえんだよ。相手を殺す勢いじゃなきゃここでは生き残れない。これが自慢の青鬼ホテルだ。未確定ではありますが、キャッスルというファンドが買収を防衛してくれる見込みです。条件もご要望通りかと。いらっしゃいませ。ご苦労さん。今日も接客が素晴らしいな。お、虹谷社長。相変わらず料理はうまいしアクセスもいい。もっと業績が良くなってもいいのにな。大変だろうが負けるなよ。ありがとうございます。巨大 IT 企業天楽の社長じゃないですか。開業当初からうちを愛してくれている彼らや従業員のためにもここは守らないといけないんだ。では最終交渉で。キャッスルで決まりそうだ。わかった。よかった。成立すれば数億の売り上げ。これでシニアパートナーに近づいた。やっとまとまるな。あとは私にお任せください。お待たせしました。お伝えした通りこちらの内容で御社を改めて精査しましたが、新規事業は軒並み失敗し、既存事業で持っているだけ。あなたの責任ですよね。それは今さら何を。最終的な条件です。経営陣の解任。我々の用意した有能な経営者に代わればキャッシュフローは改善される。経営陣の続投は絶対と言ったでしょ。これじゃ話にならない。我々のビジネスは人助けではない。無能な経営者とは仕事はできない。なんで突然。どういうことだ。なんとかします。失敗すれば顧問契約は打ち切りだからな。くそ。ホワイトナイト候補です。引き続き調査を進めろ。この案件頼んだ。別部署の仕事まで配職で2時には戻る。デューデリジェンスにおいてぜひお宅に頼もう。ありがとうございます。戻った。お願いします。若手パートナーは多忙であり、朝から深夜まで働く日々。経営陣の続投は絶対。トラベル X に株が集まっています。しかしファンドは経営陣の解任が条件。失敗すれば打ち切りだからな。打ち切りだからな。こんなところで終われない。一体どうすれば。TOB は進行中。青鬼ホテルは対抗策はなく、このまま買収となるのでしょうか。トラベル X にどんどん株が集まっています。ここもダメでした。はい。もう時間がない。明日までに必ず防衛策を探せ。あれ、キャッスルとの契約は破談したのか。は、早くしないとお前の昇進がパーになるぞ。審査に落ちればお前は俺の下で一生こき使われるか。やめて世界に降りるかだな。四大法律事務所を去ったとしても働き口に困ることはない。
しかしプライドだけは大きく傷つくこととなる。俺はここで頂点を目指す。ここは弁護士会のトップリーグだぞ。お前はアマチュアでもがくんだな。ガッハハハハ。トラベル X による買収は進行中。このままいけば何か手は。お前が社長だったら何を守りたい。それはこれが青鬼ホテルだ。いらっしゃいませ。築30年とは思えない内装でした。それが何を意味するのか分かるか。うちの宝である従業員がこのホテルを支えてくれているということだ。だから私は何としてもこの会社を守りたい。守るべきは従業員です。なぜだ。会社は従業員がいなければ成り立ちませんし、その何百人もの家族まで路頭に迷うからです。それが答えじゃないのか。従業員を守る方法。青鬼ホテルはなすすべなく、買収は決着を迎えようとしています。もうここまでですか。すべて俺の責任だ。社長、一つだけ方法があります。俺に青鬼ホテルを買収しろと。うちを救ってください。上でビジネスはしないんだ。ホテル予約サイト転落トラベルの拡大をお考えですよね。なぜそれを。円安の影響で今後国内の観光業は必ず盛り上がる。そこで弊社と提携すればシナジーが生まれビッグビジネスになります。だがうちのホテルの凄さは、水谷社長、あなたが一番ご存知のはずです。ただ買収したとしてもお宅の従業員が嫌がるだろう。そこでこちらをお持ちしました。いいよ。従業員による買収ってことか。まず従業員が新会社を設立し、天楽に出資を依頼。天楽には経営権のない株式を発行します。そして出資金で新会社が青鬼ホテルを買収。経営権のある株式は従業員が保有するため、雇用の安定とモチベーションは維持されます。このやり方だと社長を辞めることになるぞ。それでいいのか。俺がいなければ会社は。従業員を信じてみませんか。社長が退かなければ会社自体がなくなるかもしれないんです。そうなれば従業員が路頭に迷い、多くのお客様が悲しむんですよ。社長、ご決断を。ご決断を。次の世代へ引き継ぐことが会社の成長につながると思うんです。青鬼ホテルの名前はなくなるかもしれないぞ。私が残したいのはホテルではなく、そこで働く従業員なんです。それさえ守れれば他には何もいりません。青鬼ホテルの TOB がついに決着です。よし。なんと天楽から実施で EDO を選択し、新会社コバルトホテルとして新たなスタートを切りました。これで成績は並んだな。ありがとうございます。二人は選べませんし、どうしましょうね。天狗。はい。これは何だ。青鬼ホテルの件で重要なお話が。キャッスル3000円で TOB を実施予定と。それが何か。実はトラベル X は価格を3500円まで引き上げる予定なんです。何。それでは我々の TOB は失敗し、汚名を着せられるだけじゃないか。いつもお世話になってるので共有させてもらいました。あ、これは極秘ですので絶対に公害せず。お前がキャッスルを
破談させたんだな。なぜそれを。エンデ、自分の利益のため事務所を危機に陥れた。パートナー審査はブラックを対象とし、お前はクビにする。なんでか。違う、はめられたんだ。こんなの捏造だ。じゃあ俺がお前を弁護してやろうか。クソ。お前のおかげで助かったよ。相手を殺す勢いじゃないか。ここでは生き残れない。川原ばっかでこれやっとけ。してきたんすよね。出世のためにも邪魔でしたし、ずっと企んでたのか。金や権力のため、こうした蹴落とし合いや裏工作はリアルに存在する。敵を撃つのが許されるのは、撃たれる覚悟のあるものだけだ。この恩は僕のパートナー審査の時に返してくださいよ。四大法律事務所、入所するのは最難関だが、それ以上に生き残るのは難しい。金のためならなりふり構わず、味方同士でも殺し合う。 Eat what you can。俺はここで頂点を目指す。今回は現役弁護士の視聴者の方の協力のもと動画を作成しました。もし他に情報提供していただける視聴者の方がいらっしゃいましたら、概要欄からご応募お待ちしております。ブラックさん、他の職業についても教えてください。わかった。ではチャンネル登録をして待っててくれ。